All right, welcome back to the Vision Program. Pop Quiz Hotshot. ここで質問です。一つのスキルをマスターするには何時間かかるでしょうか？もう一つの業界のマスターレベルになるには何時間かかるでしょうか？実はですね、1万時間かかるっていうリサーチが出てるんですね。はい、これはマルコム・グラッドウェルの本、天才に生まれ変わる1万時間の法則っていう本を聞いたことありますか？ある。すごい。 OK。 でどういうことかというと、まあ、彼がマルコム・グラッドウェルっていう作家がアメリカにいて、この1万時間かければ天才になれるっていう本を出したんですよ。でいろんな世界中のリサーチとかを研究してまとめてこの本を出版したら、もう本当にもう世間がひっくり返った。もうすごい話題になったんですよ。でどういうことかというと、普通は天才マスターみたいな、そういう才能は生まれたものだっていう感じが、まあ、世間にはそういう思いがあったんですよね。例えばバイオリニストとかめちゃくちゃ上手い人は、いやその人は生まれた時から上手かったんだよっていう。いやでも実際にリサーチしたら、いや1万時間練習を続けた人は実はこの天才レベル、マスターレベルになっているっていうことを、まあ、世間に広めたのがこのマルコム・グラッドウェルが書いた天才に生まれ変わる1万時間の法則っていう本なんですね。で、まあ、どういうことかというと、偉大な成功を収めた起業家や世界的に有名なスポーツ選手など何かの分野で天才と呼ばれるようになる人たちに共通しているのは、1万時間というこれまでに打ち込んできた時間が関係しているというもの。1990年時代のリサーチがあって、ベルリンアカデミー・オブ・ミュージックっていうドイツの音楽のところなんだけど、そこのリサーチでバイオリンを弾いてる人を3種類に分けました。で一つのレベルはもうトップレベル、この人たちはもう世界中のオーケストラとかでやっている人たち、もうソロで自分のアルバムとか出してるかもしれないし、コンサートやったら何百人が来るっていう、もうトップのトップ、本当にマスターレベルの人たちがのバイオリニスト、これが上にいて、で真ん中がまあ一応プロね、iTunes で自分のアルバム出してるかもしれないし、まあコンサートやったら600人は来ないけど、まあそのバーとかでバイオリンを弾いて人が来るとか、一応そうやってプロとして生活している人たちね。で、まあ、バンドに入ってる人たちもそうだよね。ロックバンドのバイオリニストとかもそう。でその下に一応バイオリンはできるんだけど、まあ先生レベルの程度、例えばプライベートレッスンでバイオリンを教えるとか、まあ、学校のバイオリンの先生になるとか、全然そのトップのオーケストラとかではできない。でまあたまにはちょっとバンドでやってる人もいるかもしれないけど、そのバイオリンを弾いて生活してるんじゃなくて、バイオリンを教えるとか、そういう感じの下のグループがあるんですよね。で面白いこと、この一番下の先生レベルの人たちは子供の時から時間を数えたら約4000時間バイオリンをやってました。で実際にプロとして生活しているバイオリニストたちは約8000時間子供の時からバイオリンを練習してました。はい、トップの、もう世界のトップ中のトップの人たちはなんと1万時間子供の時からバイオリンを練習してたんだよね。でもちろん練習のやり方、例えば午前中に練習すると、または午後に練習する、実は違うんだけど、ちょっとそれは練習のやり方は置いといて、ポイントはこのバイオリンの世界中のトップの人たちはなんとこの1万時間をクリアしているっていうことなんですよ。これ面白いよ。でビートルズ、大ヒットしたビートルズも実は彼らはハンブルク、ドイツのハンブルクで1960年から62年の間1日8時間ステージの上で立って練習してたんだよね。そうで、それをやった後にビートルズは大ヒットしたの。モーツァルトもそうなんだよ。モーツァルトもその本来の才能を出してきたのは作曲時間
が1万時間を超えた後だったんだよね。だから本当に1万時間をやると間違いなくマスターレベルになるっていうことなんですよ。でここにちょっとポイントがあるんです。どういうことかというと、これ大きいピックアップポイント。1万時間は約1日4時間、週5日、10年間です。OK? だから、週5日、まあ、週末を含めないで、1日4時間、10年間続けてたら、1万時間になります。これってさ、考えるとさ、あはーってなるよね。例えばさ、子供の時から音楽やってて、もう6歳、8歳から音楽をやってて、でずっと音楽のスクールとか行ってて、でも本当に広告になったら天才レベルになってるとか、そういうストーリーよく聞くじゃん。実は1日4時間10年ぐらいやってたんだよね。でこのリサーチの面白いところは、不思議なのはいろんな業界でも通じるんだよね。音楽だけじゃないんだよね。まさに本当にあの飛行機のパイロットとか、で軍隊もそうだし、デザイナーもそうだし、あのアーキテクトとかコピーライター、監督、カメラマン、編集マンとか、もう全てのスキルに当てはまる不思議な1万時間っていう共通点があるんだよ。でスポーツもそうなんだよね。まあ、日本って結構サッカーとか野球が多いから、まあ、サッカーだったらサムライブルーの選手たち、ね、その中で結構成功してる人たちのストーリーとかをよく聞くと、いや僕は子供の時から一番早く、誰より早く練習、サッカーで練習してたんだ。で学校の練習が終わっても一人で残ってサッカー練習してたぜ。でこれをずっと小学校、中学校、高校まで続けたんだっていう。ね、そういうストーリーをよく聞くよね。だからマジ1日4時間やってたんじゃないか。でここで考えると面白いのは、サムライブルーでさ、東大卒業生とかさ、いないでしょ。東大とかね、早稲田を出てサムライブルーの選手になったっていう人、まあ一人慶応の人が子がいるよね。でも 99% の人たちは出てないよね、東大とか。そこもどういうことかっていうと、まあ1日4時間さ練習してたから、塾行く暇がなかったんだよね。サッカーにフォーカスしてた。本当にイチローとか、野球だったらイチローとかもそうじゃん。俺はずっと練習してたって、練習しまくった。で本当に10年とかの練習を超えてると、その業界のトップレベルに入ってくる。でこのビデオのピックアップポイントはここなんですよ。普通は天才っていうのは、ね、生まれてきた時からあった才能のものだっていう考えが非常に多いんだけど、実はそうではない、ね、実は1万時間続けるとまさに天才になる。でだからスキルは育てていくものなんだよね。で実際にそれを1日4時間できたら10年間で十分なんだよ。で逆にその業界のトップの 3% とか 1% とかに入らなくても、もう本当にトップの 20% に入るだけで十分な生活はできるっていうことなんですよね。だから本当に一つのことに集中して、でその好きで大好きでワクワクする、本当に愛せることをね、1日4時間どうにか仕事の中に入れていったら、本当に10年間やってたら業界のトップ 20% には十分入れる可能性があるっていうことなんですよ。で次のピックアップポイントなんだけど、これ大人になると一つのことを1万時間やるっていうのは結構好きなことじゃないと無理なんだよね。まあ、子供の時は親がさ、お前バイオリンやれとか、なんかね、フィギュアスケートやれとか、ホッケーやれとか、なんか言うかもしれないよね。ピアノやれとか、ピアノ弾けとか。で、親が子供に6歳とか8歳の時からピアノスクールとかバイオリンスクールに行かせて、もうそれが習慣になって続けていくっていう。本当は好きじゃないかもしれない。テニスの選手とかもそういう話あるよね。好きじゃないんだけど、親がテニススクールに無理やりね、行けって。行ったとか、親がテニスの習慣を身につけて、もうそれが全てになった。だから親のビジョンだった。俺のビジョンは、俺はそんなにテニスが好きじゃないんだけど、親が
テニスをやれって言ったからテニスをやったっていう、そういう人も結構いるよね、スポーツで。でもこれ大人になると好きなことをやらない、好きなことじゃないことを1万時間続けるっていうのはほぼ無理だと思うんだよね。で本当に習慣にしないと無理なんだよね、1万時間一つのことを続けるっていう。でこの次のビデオでお話ししたいことは、1万時間大好きでワクワクすることをやるってなると、これを仕事にできるのかっていうことをちょっとお話ししていきたいと思います。 Alright, thanks for watching the Vision Program and I will see you in the next video.